お、これは、いたね、エル王女。信じられないわ、こんなところであなたとまた会えるなんて。もう会えないと思ってた、でも会いたいと思ってた。これは夢なの？現実だぜ、多分。あ、ロイドのテーマソングかっけえな。悪いな、坊やに恨みはねえが、これは俺のビジネスでね、死ねとはなんないのか。いや、なるか。戦うのか、ロイドと。一度坊やとは手合わせをしたかった。ちょうどいい機会かもしれんな。その必要ない、お前の相手はこの私だ。フィーダーイケメンだな、マジで。アーク、王女をこの城から連れ出してくれ。何をしている、早く。おお、これで連行すんのか。こいつらもなんかあれだ、にらみをがっつり にらみ聞かせてるような。こうやってやればさ、カップルが今並んでるみたいな感じに見えるような。いいね、これ サムネ候補だわ、これは。残念だが、坊やとのお手合わせはお預けになりそうだな。早く王女を安全なところへ。もうここでよ、なんか1時間ぐらいなんか座談会とかしようぜ、オフ会みたいなことしようぜ。4人四天王が揃ったみたいなさ、そんな感じの絵面になってるからよ。で、エルがその四天王の中で最弱みたいなポジションだよな。いいね、これ。この見栄え的にかなりいい見栄えだぞ、これ。サムネコーナーなんか全員集合感があってさ、全員がそれぞれにらみ引かしてるみたいな。早く、こっちだよ。王子様を連れて見張りの前は通れないだろ。僕、隠し通路を知ってるんだ。大丈夫だよ。もう騙したりしないから、ついてきて。大丈夫なのかな。まあ、左側だよね、きっとね。ついてこいって言ったけど、これ、あ、エル王子も普通に走れるんだ。で、エル王子は回転しないんだね。エル王子も回転すれば面白いのに。おい、いるいる。この先に水路があるんだ。そこが外に通じてるって、ウォンさんが言ってたよ。さあ、早く入って。ウォンが言ってるっていうことはちょっと信用ならないよね。まだお前ら、バチバチ火花飛ばしてんのかよ。お前には会ったことがあるな。確かルワールの、ルワールの城で。いや、もっと以前にもどっかで。光栄だね、あんたのような美人に覚えていてもらえるとは。美人に剣は似合わないぜ。剣から手を離したらどうだ。ザレ事を言うな、剣を抜け。王女を追う者は容赦しない。一つだけ聞いていいか、なぜそこまでして戦う。もうあの娘は王女でも何でもないはずだ。あんたは自由だろ。お前のような風来者に話したところで分からない。守るべきものがそこにいる。そのために戦う、それだけのことだ。守るべきものか、分かった、行けばいい。俺は邪魔する気はない。どういう意味だ。私たちを殺すのがお前の役目だろうに。気が変わった、それだけのことさ。さあ行きな、王子様をしっかり守ってやんなよ。ロイドの立ち位置がちょっとよくわかんないよね。なんかスパイみたいな感じなのかね。戻れんの？あ、戻れるんだね。水路があるから早く行きなよみたいなこと多分言われるんだろうな。アーク、待って、私フィーダーを待つわ。フィーダーはずっと私を心配してくれていた。あの人を置いていけない。お願い、先に行って、すぐにフィーダーと後を追うわ。いや、もう回収しに行こうぜ、せっかくだからよ。そんな距離離れてないでしょ。今あいつらまだあの火花バチバチ散らせてるだろうから、ちょっとこっちから戻っていこうぜ。戻ってエル王子がお前待ってるよって感じでフィーダーに教えてやろうぜ。そうすればさ、みんなハッピーエンドでしょ。怒られんだけど、メイリー、お前どっから声出してんだよ。相当離れてるだろこれ。 100m 以上離れてんじゃないの。なんで見えるんだよ。しかもこれ屈折してるだろ。鏡かなんか置いてんのか、壁の45度の位置になるようによ。アーク、何グズグズしてんのさ、早く逃げてよ。メイリンによ止められて行かざるを得ねえわ。じゃあどうすんだよ。エル王子の剣をメイリンに話してんだけど、聞く耳持たねえもんな、メイリン。じゃあもう行くしかねえのかよ。エル王子を置いてけぼりにして行くしかねえのか。いや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 、これでまたなんか言われるんじゃないの。このエル王子幻なんじゃない。幻ではないか。ごめんなさい、アーク、もうこれ以上あなたには迷惑はかけられない。私ここで死ぬわ。手はならないか。それに私にはやらなければならないことが残されている。もう死んだでしょ。もうあの王様も死んだから別に大丈夫でしょ。ああ、なんということあるか。
このことがグランドモスクのベル若様に知れたら大目玉を食らわる。ロイド、今すぐエルを捕らえ、あのネズミどもを始末するわよ。黒幕はベルーガというのか。ようやく名前が分かったな。やっぱスパイだったんだな、ロイド。な、何を言ってる、ある。早く行かないと首あるよ。ウォン、お前が知らないわけはないだろうな。お前たちが準備と呼んでいる仕事のもとで死んだ者たちが何人もいることを、そしてその中の一人に俺の無二の親友がいたことも。はあ、その親友の仇を討つためにロイドが立ち上がってスパイとして潜り込んで敵の黒幕を務めよう、その敵の黒幕の正体をさ突き止めようとしてたってことね。な、何のことあるか私は知らない、ある。すでにアンリオは死んだ。残るはお前とベルーガというやつだ。や、やめる、ある。あ、謝る。だ、ダメ、ある。ウォンが死んだら飛行機の部品とか手に入らないんじゃないの。あ、もうここ普通に落ちんのか。一気に、あ、いいな、一気に行けるんだ。こうやって飛んでもいいし、こう一気に飛んでもいいのか。あ、でもこれなんか反復横跳びできそうだよね、この空間でさ。ヘイ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 って感じでよ、反復横跳びできるじゃん。ちなみに俺は反復横跳びは自己ベスト73回ぐらいなんだよな。中学の時さ、卓球やってたからさ。あ、なんで、なんか命令出てきたんだけど。へへへ、追っては幻の悪たちを懸命に追いかけてるよ。お前また術使ったのか。あれ、王子様どうしたのさ。どうしたって、お前見かけなかったか。知らないよ、てっきり悪と一緒だと思っていたもん。な、な、なに、お城が揺れてる。え、もうあれなんじゃないの、崩壊して地盤沈下して死ぬんじゃ。おい、本当に平気なのか、死んじゃったんじゃないのか。だいぶはしょったなこれ。この崩壊する時のシーンとか。変なこと言わないでよ、早くこんなことで死ぬわけないじゃないか。おお、一気に立ち上がった。あ、アーク、大丈夫？どこも痛くない？急にお城が崩れ始めてさ、水路に流されてここまで来たんだよ。よう、兄弟、気がついたか？無事でよかったぜ。でさ、今町で聞いたけど、金属の値段がまた下がってきたんだってさ。おいら、ウィローの手伝いに行かなくちゃ、忙しくなりそうだぜ。まあ、ウォンが死んだことで、株価とかが戻ったんじゃないか、元に。お前もウィローに会いに来いよ。きっと驚くものが出来上がるぜ。きっとじゃなかった、あっただった。で、相変わらずスケボーで行く。キルアとかコナンみたいだよな。アーク、ごめん。僕、ひどいことしたよね。でも、アークは僕のことを見捨てないでくれた。ちゃんと助けてくれた。まだ僕のことを嫌いになったわけじゃないよね。今はそれだけで十分だよ。諦めねえな、こいつ。ねえ、僕、じいちゃんのところに、ラサの村に帰るよ。アークもたまには遊びに来てよね。別に遊びに行かなくても、ストーリーは進んだはず。また一人になったな。ところで、王子様と剣士の姉ちゃんはどうなったんだろうな。そういえば、金属が出回ってきたとか言ってたな。ニアレイクに戻らないか。あの飛行機兄ちゃん、今頃大張り切りで飛行機作りをしてるはずだぜ。ニアレイクじゃ戻るか、今回。ニアレイク戻って、飛行機のあれ確認して、あーもうこれルーラ使いて。ルーラ使いてよ。あーでもローラン、ちょっとだけローラン探索するか。他のローランじゃねえよ、ユンコだよ。ここのホテルのさ、2階とかどうなったんだろうな。てか、全くドラグーン城敵いなかったね。あ、誰もいなくなってる。あの、サポーターの女の人もいなくなってるしさ。え、あと、なんだっけな、ちーちゃんの親いなかったっけ。この家だっけな、この家のさ、ここだっけ。この部屋の中にちーちゃんの親いたと思うけど、お前まだ行かねえのかよ。俺がドラグーン城行ってる間によ。ちーちゃんとこ行ってやればよかったじゃねえかよ。何、流暢にやっぱ、テレビ見てるんだよ。で、医者にも一応挨拶していくか。高麗人参のおかげで助かったよってことで、まあ、医者にも感謝の言葉をね、伝えておいた方がいいかなと思うから。助かったぜ。宿屋の病人良くなったあるか。病人には愛を持って接する。これ一番あるよ。いや、全くその通りだった。まあ、俺が愛を込めて看病したおかげで、フィーダは治ったぜ。先生はすごいおっしゃる。アリンコの病、こいつはセリフ変わんねえのかよ。お前でなんかセリフちょっと変えればよかったのにな。んで、これで出ていいかな。出て、ニアレイク行って、まあ、飛行機手に入れて、まあ、飛行機手に入れたら入れたら、
もう移動速度バカみたいに速くなった気するからな。今この船でさ、これわざわざあの南じゃねえや。なんかこう来たっけ、ポリネシア諸島か。あ、てか、そうだ、俺自分の動画見返したんだけどさ、その、ムー大陸だよ、もう一個の大地。おまけの大地。それがムー大陸とポリネシアなんだよな。で、まあとりあえず飛行機を手に入れたら、こんな、まあ、ゆったりした速度での移動がなくなるから、一気に、もう快速だよね。今までの3倍ぐらいの速度で移動できるはずだから、もうそれが非常に楽しみではあるよな。で、その空を飛べるっていうことは、こういった大陸とかをさ、完全に無視できるんだよ。大陸を無視して移動できるからさ、それ移動速度も速い上に、もう直線距離で移動できるんだよな。わざわざその迂回する必要がないから、かなり速いペースで、まあ街とか、そのいろんなところに行ける。ただデメリットとして、空港がないと着地ができないっていう、ちょっと待って、フリーダム入っちゃった。あ、でもフリーダムのさ、あれも気になるよな。発明王みたいな人いなかったっけ？この辺にさ、発明王みたいな人いなかった。あ、三姉妹。ああ、あのなんかヨーロッパの服、こいつらに紹介すればいいみたいなイベントあったよね。ストマック、お前どうよ、最近。ミックの考えた料理。これ変わんねえな。でも今これで多少はさ、3コーストの発展指数増えたんじゃねえの？ベルがいない。あれ、もう一人の発明家、ベルって女に振られたんだっけ？まだあいつ酒場で酒飲んでんのか？エディ。ありがとう、ありがとう。君のおかげで電気のヒントを得ることができたよ。早速新しい実験に取り掛かることにするよ。あ、まだあれなのか、終わってないのか。で、ベルが部屋にいなかったってことは、あいつまだ酒場で飲んだくれてんのか。ずっと無言でよ。こうだっけ、酒場。うわ、お前まだ飲んでんのかよ。死ぬぞ、そのうち。恥ずかしいところを見せたね。でももう大丈夫だ。アマンダのことは忘れる。おお、無言だったけど普通に喋ってる。私は離れている人とでも話ができるようになる機会を考えているところだった。そんなものはもう必要ないと思ったが、改めて作ることにするよ。遠く離れていても言葉を交わすことができれば気持ちを伝えることができる。まあ今でこそ電話ってさ、すげえ便利だよね。俺もそのスカイプとか LINE とかで長時間話すこととかあるからさ、それで救われる人がいれば、私の作ろうとしているものは十分意味のあるものになる。そうそう、君にお礼をするのをすっかり忘れていたよ。私の家に戻ろう。おー、ようやく叫び出しの人生を改めて働く気になってくれたか。なんかまるであれだよな、もうニートの息子を持つ親の気持ちに今なった気分だよ。そのニートの息子がようやく働く気になったみたいなさ、こいつ三姉妹ねえとは。もうこいつらも働けばいいのにな。アパレル店員とかになればいいじゃん、あいつらは。で、ベルは、おー、プライムブルー、ちょくれよ、これ。やった、ありがてえ。今までよりやる気が湧いてきたような気がするんだ。すごいものを作ってみせるよ。いつ発売っつうか出来上がるんだ。もうできたかな。オッスベル、できた。あー、セリフは変わんねえか。じゃあまたもうちょっと発展させてからの方がいいんだね。んで、ニアレイクにそろそろ向かって大丈夫かな。ニアレイクに行こう。これで金属がなんちゃらかんちゃらとかって言ってたから。で、ちゃんと東の方の家な。東の方の家に行くと何か変わってるかもしんない。あ、てか、あれどうなった？ブリキの板みたいなの手に入れてたけどさ、これ使ってないんだよ、これ。ウィルの家で拾った加工しやすい薄い板、これ何に使うの？そもそもこの家にあったものを勝手に俺が仮パクしたみたいな感じになっちゃってるからさ、仮パクってか、単純にパクったんだけど。聞いてくれよ、できたんだよ、飛行機が。金属がまた手に入るようになってね、夢は捨てるもんじゃないよな。あくも空は飛んでみないよ。滑走路の上で絵を倒せばいいんだ。飛行機に乗ったら L で加工、 R で上昇だよ。 Y で加速もできるんだ。滑走路のあるところで高度を下げて絵を倒せば着陸できるよ。こいつこんな喋り方だったっけ。ずいぶんあれだな、飛行機できたから られちまったな。ウィル兄ちゃんはね、飛行機を完成させたんだ。すごくよく飛んだよ。今度ペロル兄ちゃんやキッズガーデンのみんなも作れるんだって。もう滑走路あるところっつっても、滑走路が出来上がってんのかね。滑走路がちゃんと出来上がってるんだったら飛行機に乗ってどっか行きたいんだけれども。おお、できてる。家もできてるじゃねえかよ。家も滑走路も何もかもできてる。何ボタンだっけ。A ボタン、A ボタンでいいのか。おお、飛行機だ。これ飛行機の完成もそうだけどさ、
これ道路を作ったっていうのがすごいよな。L で下降で R が上昇、 Y で加速。ほらほら速いでしょ。この下の地図見てくれよ。下の地図見たらさ、いかに速い速度で移動してるかっていうの分かるよ。もう一周したぜ、この滑走路。速い速い。 A でもう一回あれだっけ、 L で降りて A で着陸か。おお、着陸するとこうなるのか。いや、夢広がりんぐだね、マジで。どうしようかな。この飛行機使って、ちょっとどっか行くか。どっか行ってセーブして終えるか、今回。割といい時間だからな。どうしよう、どこ行こうかな。これでも滑走路のあるところでしか着陸できないから。これグリーンランドとかって滑走路あんの？滑走路はないけど、これ渡り鳥ポイントあるから、どっか、あれ誰か言ってたよね、渡り鳥がいるところがあって、そこに行けばグリーンランドを招待してくれるよみたいなこと言ってた。渡り鳥解説2機がいたから、その人になんか情報を教えてもらえばいいんじゃないか。で、これここら辺に確かラスボスのそのラスダンベルーガと対決するような場所があった気がする。あれ、これ何、バルカン半島じゃないのこれ。ちょうだい、ここが最大地点か。あ、まあ、むやみに Y を押すと、ちょっと画面用意するな。あれ、ここどこだ？あ、なんか見たことないな。これヨーロッパのさ、ロシアの、また別のところか。これグランドモスクとかじゃないの？あ、じゃあ次回この辺のダンジョン探索することになるのかな。え、ちょっと、そういやさ、オーストラリアってどうなの？オーストラリアって空港あんの？オーストラリアは滑走路はない。オーストラリア滑走路ないのか。じゃあ毎回ここ船で行かなきゃいけないのか。まあ、めんどくせえな。あ、南極は？南極大陸って、ある？渡り鳥スポットとかがあったと思うんだけど、いや、さすがに飛行機の滑走路まではないか。あ、ないね。まあ、とりあえず今行けるところに、あ、ちょっと待って、アイスランドもない。アイスランドもある。ここも船でまだ来てないもんね。スカンジナビア、これ L の故郷でしょ？ここは？この島なんもないのか。いやー、離陸したいな。離陸っつうか、着陸。あ、イギリスだ。俺イギリスも行ってなくない？ああ、なんかイギリスのここ、ぽっかり穴開いてるけどさ、現実のイギリスはもうちょっと、しっかりした形になってたと思うぜ。ここで降りてさ、なんかバルカン半島の火薬庫みたいなやつもあるし。うわ、すごいね。なんかもうほんと、広がったよね。もうどこにでも行けるよ。もうあとだってサブクエちゃん、もうこのグランドモスク、ここでしょ、あのラスナンの、ボスの本拠地みたいなさ、ほら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 。仮面武道館みたいなやってんだよ、これ。ベルーガ様のことが知りたければ、信徒の館に行ってみることです。あなたにもベルーガ様の偉大さが分かることでしょう。これ、RTA 勢とかがさ、もうすぐ、あれじゃん。すぐにここに駆けつけるような感じでしょ、飛行機手に入れたら。楽園では人を苦しみから永遠に解放される。司祭も楽園の前には無力だ。ほうほうほう、まあ、なんかわけわかんないことにのたまってるけどよ。もう今回、うわ不気味だね。これ、もうオウム真理教的なものを感じるぜ。あ、こっち繋がってんのね。でも今回セーブして終えていいだろ。血の鎧を装備すると力がみなぎってきますよ。なあ、もうやばそう、呪われてんじゃねえの。もうしゃなく使う必要あるだろ、そんなもん置いてあったらよ。あ、一応上がるか。強さプラス44、血塗られて喜ぶ。絶対なんかあるでしょ。6660円か。いやいや、これ装備したら状態異常とかなるんじゃないの。説明が血塗られた鎧ですって書いてないけどさ。その、あれなんじゃない？ FF6 で言うさ、血塗られた、言いにくいな。血塗られた盾みてえにさ、なんかあるんじゃないの？これ装備したら装備したでさ、ステータス異常になるんじゃないの？あれ、混乱とかするよね。なんか状態異常、いろんな状態異常になった気がするんだよ。血の鎧とか血塗られた盾は。そんな感じになるんじゃないのかな？こいつの、後ろにある壁に描かれた肖像画がベルーガなのかな。メガネかけてひげもちゃで。宿屋たっけな、50ジェムってぼったくりも華々しいよ。そうですか、わかりましたって。足元見られまくってんな。あ、で、ここで寝れんのか。で、ここの部屋にもこの肖像画、バシッて置いてあるからよ。
どんだけ崇拝してるんだよ。半端ねえよ、マジでな。神のごとく崇拝してるよな。じゃあ、今回はここでセーブして、その次回、まあ、イギリスだったり、他の行ってないところの探索して、またグランドモスクに戻ってくるっていう感じにするか、まあ、イギリスしかり、渡り鳥ポイントしかり、いろいろ見て、見足りないところがあるからな。ってことで、今回はこの辺にして、終えよう。次回に続く。